ポップちゃん。どうも皆さんこんにちは、ポッピーです。今日はえしりとりをやっていきたいと思います。えしりとりは一人でできないので、こちらカッピーちゃんと一緒にやって、違うでしょうかお友達のこんばんは、タン君と一緒にえしりとりをやっていきたいと思います。僕こうで、はい、じゃあルールを説明してください。はい、えしりとりのルールはまずイラストを描きますなんでそのまんまじゃん。イラストを描いて下に丸を文字数分書いていきます。で、次の人に書いてもらう。で、イラストには文字とか数字は NG です。では早速しりとりを始めます。しりとりの最初の文字はここにアセロラがあるのでラララ。はい、まずアセロラのラ気持ち悪いのこれは、しりとりだと、うん、だから他に変えられたりするけど、これはできるんですか？できます。私が書いたのは、これです。わかるかな？結構簡単だからな、これ。何これ？簡単でしょ？本当に繋がってる？に書いたのはこちらです。普通さ、絵しりとりやるときってさ、うん、簡単なやつ描くじゃん。なんでこんな登場人物多いの？甘い。イラストで伝えなきゃいけないっていうところの難しさを超えていく、限界を超えた絵を描く、それが絵しりとり。てよ、これさ、別にさ、勝負してるわけじゃないんですよ。ただ、絵しりとりをして楽しもうっていう風に企画で私来たんですけど。じゃあまあ、ヒントね、うん、ヒントは、この人トングを持ってます、うん、こっちには袋を持ってます、うん、はい、ゴミ拾いじゃん。そう、でも最悪見てつけたんだ。最低本当に。最後の文字は何？それ言ったらさないじゃん。バレたか。合ってるか分かんないけど書きます。私が書いたのは、はい、これです。かわいい。はい、このキモいのこれよりかマシじゃない？僕の解体はこれです。これさ、たまごっちのさ、クチパッチに似てない？ほら、そっくりだよ、クチパッチ。もうクチパッチにしか見えなくなってきたら、もうクチパッチでいいから3文字。あ、いろいろとそわそわしてしてるじゃん、してるけどさ、クチパッチにしか見えないクチパッチか、ミッキーになる前。私が描いたのはこちらです。これは傑作よ。これはちょっとイマジネーション。ここ最近描いた絵の中で一番わかりやすい絵かもしれない。はい、僕が描いた絵はこちらです。これ繋がってる。私が描いたのがこちらです。あ、じゃあそういう風に考えたのかもしれない。どういう風に考えたのかもしれない。僕が描いたのはこちらです。え、しりとりでさ、一文字ありってどういうこと？確かに一文字しかないじゃん。一文字はなしにしましょう僕が描いた絵はこちらです。これは百発百中誰もがわかる絵かな。はい、私が最後に描いたのはこちらです。はい、で、しりとりの答え合わせをしまーす。しりとりの答えは、読み取った人に何だったかっていうのを言ってもらった後に書いた人が答えを言います。では、まず、これから。はい。ラクダ。ラクダ、正解です。次。田んぼ。え？
うん、正解じゃん。はい、じゃあ次これ何だと思った？募集、募集、足りない、だから分かんない、募集、足りない、だから分かんないからそれで書くよって言ったじゃん。正解はボランティアでした。待て待て待て、何何何、これは審議だぞ。いや、どこら辺がボランティアなの？まずこの人ゴミ拾いしてるでしょ、うん、でなんかみんなでゴミ拾いしてるんだけど、うん、お金が飛んじゃう、うん、無利益で活動してる。ボランティア、分かんない分かんない、怖い怖い怖い。一般人の考えじゃない。これはイノシシだと思う。え、何？そう、なんでイノシシじゃん、だって明らかにさ。いや、違う違う違う。何で、俺が思ったのは没収でしょ、うん、うから考えたら売り棒。イノシシじゃん、イノシシじゃないって、売り棒だって。次、これは何て読み取った？もう、俺の売り棒と繋がってないのが分かったから、うん、死体。あ、死体、うん、奇跡、正解。奇跡。じゃあ次これだね、うん、これは、はい、入り江。えスーパーマリオサンシャインのステージで入り江のステージがあって、それの真ん中にこういうのがあったから入り江。違います。え、全然違います。これはじゃあ一体インクです。え、これ上がペンなんです。いや、でそれに黒いのに入れてるんでインクです。厳しい。じゃあこれは何だと思ったの？煙突。煙突か。この絵に対しての思ったのが爆発だと思ったんだと思ったんだ。あ、俺が爆発って思ったってわけ？そうそうそう。思うわけないじゃん、そのただの煙突じゃん、どっからどう見たって。え、なんて思って書いたのこれ？入り江だから、これはエリンギ。いや、エリンギでしょ、どう考えたって。ちょっと、はい、じゃあここにエリンギの画像、ドン。全然、エリンギじゃないでしょ、全然。全然違う。ブロッコリーだよ、せめて。せめてブロッコリー。はい、で、これは積み木。ああ、正解正解。うん。じゃあ、積み木からの金太郎飴です。はい、正解。ちょっとブスだけどね。ブスだけど、美味しいから、絶対。で、こちらが最後の目薬。まあ正答率は 60% くらいかな。ということで、絵しりとりをやってみました。皆さんもお家で絵しりとりをやってみてくださいね。歴史。皆さんもお家で絵しりとりをやってみてくださいね。それではまた皆さん次の日記で。最低。はい、それではまた皆さん次の機会に。せーの、カビバイバイ。